ちゃかちゃんです。さやです。ちょっとね、何も本当に伝えてないんですけど、さやちゃん、はい、1000円ちょうだい、1000円ちょうだい TikTok のやつね。1000円ちょうだい、本当に1000円ちょうだい、本当に1000円ちょうだいって思ってます、うん、はい、いいの？え、理由がある、理由があれば、理由があれば。理由は後での理由。そんなんで1000円あげられないですよね。1000円ちょうだい。実は、はい、クルルに行くから、はい、さやちゃん行けないじゃん、うん、だから僕がさやちゃんのお金で取ってこようかなって思ってるんですよ。はい、いいですか、もろっていいです。お願いします。え、絶対取れるっていう約束のもと、ま、取れなかったら返して、逆に1000円ちょうだい、1000円ちょうだい、逆にね、うん、ま、クルルよく取れるじゃん。取れるね。だから僕にちょっとドンと任せてみてよ。じゃあ取ってきな、自分で。契約、契約、ぬいぐるみの契約交わしました。よっしゃ、さやちゃんの1000円です。うわー、こういうことやるの初めてだからちょっと緊張するな。まあ僕はさやちゃんの好きなものとか分かってると思うので、ちゃんとこの1000円は好きなものに変えます。こうなりました。では、いきます。さやちゃんはね、ディズニーが大好きです。特に好きなのはトイストーリーなんですよね。トイストーリーないかな、ちょっとないな。わかりました、これ狙います。実用性兼ね備えてこれをいきましょう。クッションって絶対に使うじゃないですか。あとこれさ、結構グデグデ系だから取れると思うんだ。持ち上がってお願い。あ、でもほらちょっとずれた。あ、これなるべくコスト抑えたいよ。さやちゃんの200円。やばい。さあ少しずつずらして。どういう気持ち。こっち、まあ多少ずれてるよね。動いてる、やばい。結構これ大きいからお金使っちゃうじゃん、どうすんのって感じだよね。ちょっと地味に入り込まないんだよな、こっちの爪。ずれろ、やばい、400円目、やばい、もう半分なくなっちゃうんだけど。届かなかったので奥にちょっとだけ移動してもらいました。来い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 、やばい、これちょっとやめる。ここまで来て 1,2,3 ラスト100円、3本でつまんで終わりにしましょう。やっぱちょっと3本じゃないときつめだな。最初結構動いたと思ったんだけどな。あ、あ、来た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 、やっちまおう、やっちまおう。これはかっちゃんに1000円あげてよかったなって思われるじゃん。片方の爪落としたの若干怖いけど、いけ、残り400円。これさ、あと左半分が少しでも乗っかればもういけるんだよね。少しでも乗っかれば、やばい、残り金額700円使ってるもん、これに。うわ、やばい、せやちゃんの700円。嘘でしょ、嫌われちゃう。待って、ちゃんと喜ばせたい。300円で何ができる。これさっき僕がやったやつね、間に入れちゃおう。あー、これ見たことあるやつだ。嘘、これね、そうエブリデイに行った時にね、やばい、残り200円、これそうだった、やばい。見てください、残り200円超やばいなと思ったんですけど、超取れ取れない。これです。これさやちゃんが大好きなトイストーリーいますので、これを取りましょう。取れ取れないの実力を、個人的にはこのシリーズのティガーとピグレット持ってないので、そこも狙いたいっていうのがあります。できれば3個取り、いけ、どうだ、やばい、ラスト100円。ごめんね、さやちゃん、さやちゃん本当にごめん、先に言っとく。この選択肢、ウッディはかけに行こう、ウッディはかけつつティガーも狙う、これでいきます。でも取れ取れないだからね、
だ。うわ、なんか巨大。終わった。じゃ返してください。返してください。続きがあります。はい、ちょっとさすがにやりすぎたので僕が100円追加しましたね。ちょっとさやちゃんのお金が0円はさすがにやばい。1000円が何もないんだよ。何もなくなっちゃった。このね、数も取れそう、心みたいなやつを取れば雪崩が起きると僕は予測。いけ、ほら。ピグレットは可愛いよね。森蔵とキッコロかと思ったらスオヨです。さあ、これさやちゃんになんて言われるんだろうな。まああと100円。僕ももうお金なんだよな。こっそりは泣いたからね。最後ここウッディ雪崩を起こして帰りましょう。お家に。オッケーオッケーオッケー。雪崩起こして。はい、ほらウッディ。あ、ちょっとウッディバスクのウッディが落ちてない。ウッディ2匹のピグレットとティガーです。さやちゃんにプレゼントです。ありがとうございます。はい、これ可愛いから、このシリーズティグレット可愛いね。よかった。はい、ティガー。ティガーね。これは誰が何と言おうとさやちゃんのものです。まあこれは枕に抜けるよね。昼寝しようって時に、うん、お、いいじゃん。枕にできるよね。モフモフ。おお。まあ気持ちいいからいっか。お、まさかこんな喜んでくれるとは思わなかったか。嬉しいな。ね、これもいいよ。でもビグレットさ可愛いよね。これ2匹。てかさ、これのシリーズ可愛いよね。いっぱい持ってるじゃんこれ。うん、動画で紹介してるっけ今。してるしてる。うん、かわいいよね、壁に飾ってて。うちにもプーさんがいるから、これでプーさん、ピグレット、ティガー。そうだね、確かに揃ったんだね。じゃプーさんもあげる。ちょっとかわいそうだから。プーさんはだってさ2匹いるでしょ。2匹いるから。前のめりプーさん、だいぶ前のめりプーさん、だいぶ出てるよね。いいね、この3匹。うん、いいよとかもいたらね。いいよとかもしかしたらいるかもしれない、ね、いるかもね。番号見る、かなりシリーズあるから。プーさんも追加であげます。ありがとうございます。ただトイストーリーが欲しかったです。ウッディ欲しかったでしょ。ウッディ狙ってたの、ちゃんとかけてたけどさ、あそこにガガ。まあでもウッディあるし。当時なかった。あ、この時なかったんだ。そう、その後に撮ったんだね。そう、まあいいでしょう。あ、よかった、まあ、これの飾り方がね、壁にこうやってプスってやると可愛いんだよね。うん、立てかけるのもいいかもしれないけど。あ、可愛い可愛い。はい、よかった、ありがとうございました。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。バイバーイ。バイバーイ。じゃあ次はさ、僕の1000円で撮ってきてよ。あ、私が。うん、結構でも1000円でぬいぐるみ撮るの難しいよね。難しいよね。うん、うん、事実上さやちゃんの1000円は全部なくなったからね。ってことだよね。